皆さん、こんにちは。日本の女優、歌手、高橋由美子さん。女優としてドラマ、南くんの恋人、や、ショムニに出演し、歌手としては、ステップバイステップ、友達でいいから、などの代表曲を持っています。そんな高橋さんですが、2021年に結婚をされています。お相手はなんと不倫関係で交際に発展した。妻子持ちの男性だと言います。今回はこの不倫略奪婚の詳細に加え、過去のドッキリ事件の真相、芸能界引退説など詳しく調査してまいりましたのでお伝えいたします。まずは高橋さんのプロフィールから見ていきましょう。高橋由美子さんは1974年1月7日生まれの49歳、出身地埼玉県大宮市、身長154センチ、血液型 A 型。小学生の時、通っていた地元のバレエ教室の先生の紹介で芸能事務所ビッグアップルに所属。1989年1月、テレビドラマ冬の旅、女一人で女優デビューします。翌年にはシングルステップバイステップでアイドル歌手としてもデビュー。テレビアニメマシン英雄伝渡る2の主題歌にも起用されました。以降、人気を着実に獲得していき、ファンクラブも発足。1990年代前半にかけて、20世紀最後の正統派アイドルと評されました。そんな高橋さんですが、長らく結婚はせず独身でした。しかし、2018年に不倫報道で世間に衝撃を与えます。そしてこの出来事が高橋さんの運命を大きく変えたのでした。当時の報道内容で明らかとなったのは、高橋さんが妻子のある実業家男性と不倫していたという事実。きっかけは2017年の高級バーでの出会いだったそうです。実は旦那さんはもともと高橋さんの大ファンだったとのこと。お酒の場というのもあり、高橋さんも気持ちよくなったのでしょう。週刊誌にすっぱ抜かれた場所はラブホ街とのことで、かなり展開が早いですね。この場面は週刊誌によりカメラに録画されており、テレビでも放送されたため、目にした視聴者さんもいらっしゃるかもしれません。その取材ではもはや言い逃れのできない状況に、記者が高橋さんへ問い詰めると、あくまでも飲み友達だと主張。さらに映像内で逆ギレしながら高橋さんが、私もっといろいろやってっからという一幕も。これに当時の男性の奥さんが、こうなった以上私は夫婦を続けられないと離婚をほのめかし、高橋さんが私の家庭を壊したと訴えたそうです。その直後、高橋さんは否定していた関係をすんなりと認め、謝罪の言葉を述べました。ですが騒動後は仕事のオファーもなくなり、2017年10月には夫の元奥さんが高橋さんを相手取り、慰謝料請求訴訟を起こしたといいます。高橋さんはそのストレスから実家に引きこもり、激痩せが報じられ、しばらく表舞台から姿を消していました。ですがその後、2021年4月1日、高橋さんはエイプリルフールの日に結婚を発表します。高橋さんによりますと、この日に結婚発表をしたのはあえて意識してとのこと。ユニークな日を選ぼうと思ったとのことですね。確かに11月22日のいい夫婦の日などはたくさん芸能人カップルもおられますが、エイプリルフール婚は少数派。それだけにファンならずとも記憶に残ります。不倫報道の末の略奪婚、騒動後も順調に交際を続けていたところを見ると、お二人の仲は確かなようです。それを考えると、もっと早くに結婚に至る可能性もあったのではないでしょうか。しかしお二人の結婚が時間を要した背景には、高橋さんのお父さんの言いつけもあったようです。それは、相手の男性がけじめをつけるまでは一緒になるなとの内容を条件提示していたこと。前述したように、その男性にはお子さんまでいました。奥さんもお子さんもいた中での不倫では、そう簡単に結ばれることはありませんよね。また相手の男性はコロナ禍により
それまで営んでいた飲食店を畳んで会社員になったとのことですが、それも高橋さんとの結婚を決意したからこそだそうです。安定した収入を望んでのことですから、自分の夢よりも高橋さんとの日々を望んだのでしょう。不倫は許されることではありませんが、男性側なりの覚悟はあったようですね。そんなこともあってか、高橋さんのお父様からも次のようなコメントがありました。正直ほっとしています。だって47歳になるまで独り身でしたからね。どうなることかと思っていましたが、お相手とは私も一度会ってちょっとお酒も飲みました。優しそうな人です。由美子にも妹がいますが、我が家は女性が多いし、女の方が発言力があるんです。みんな自分で思ったように生きています。そういう意味でも合っているように思います、とのこと。ところが元の奥さんからの告発により、養育費の支払いが滞っていることが判明しました。2021年4月にはお子さんが小学校入学していますので、まだまだお金は必要。解決すべき課題はまだまだあるようですね。ちなみに不倫報道が発覚した際、あの映像内で週刊誌の記者に対して取った態度も悪評でした。テレビの取材に対しても結婚の予定はないと話していたことから、この不倫騒動でさらに結婚への道は遠のいたのではないかと言われていました。もっともご本人も正統派だったらとっくに結婚していると発言していましたし、結婚して家庭に入り子供を育てるというよりは好きに生きたいという思いが強いのかなという印象もありました。どのような経緯であれ、結婚したからには奥さんにも誠意を見せつつ幸せに暮らしてほしいものですね。2018年、不倫が発覚した高橋さん、報道の映像内では他にも不貞行為を働いているかのような発言をしていましたが、実際のところどうなのでしょう。実は以前にも出演した番組内で高橋さん自ら過去の不倫行為について告白をしたことがあったようです。また高橋さんは2001年発売の週刊ポストのインタビューで、17歳の時に14歳年上の既婚男性と5年間不倫していたことをぶっちゃけ、彼には奥さんと子供がいました、そのことを知らなかったなどというつもりは全然ありません、でも当時は彼しか見えなくなってと平然と明かしたこともありました。さらに高橋さんが30代前半だった頃、主役クラスの大物俳優との不倫により相手の家庭を翻弄したという話も浮上。その記事によると、大物俳優は高橋さんの虜となり、高橋さんの存在に気づいた妻と激しい争いになったといいます。その後大物俳優は高橋さんとは会わないと奥さんに誓ったものの、結局二人は別れられず、ある時は高橋さんの実家の理髪店でカットがてら密会を重ねていたようなのです。ですが不倫行為で追い詰めた奥さんに大物俳優が改心し、高橋さんとは終止符を打ったと報じています。さて、不倫相手との略奪婚という形で結婚に至った高橋さん、この件で高橋さんは所属事務所コニーを解雇されてしまいます。コニーはホームページ上で、高橋への変わらぬご声援のほど何卒よろしくお願い申し上げますとコメントしていることから、円満退社だった模様。とはいえ、所属していた事務所から解雇されてしまうというのはタレントにとって致命的ですね。事務所から解雇されたことで高橋さんは一時期フリーランスでの活動を余儀なくされました。そんな中、2018年の不倫が発覚後、都内の自宅は引き払い、出身地の埼玉県の実家で暮らしていたようですが、その時はスナックで働いていたそうです。驚きですね。お酒が好きなことでも有名でしたが、スナックでは実際に飲みながら接客していたといいます。2018年の不貞騒動直前にも元旦に放送されたテレビ番組「今夜比べてみました」にて、番組中にひたすらシャンパンを飲み続け、途中退出するほどの泥酔ぶりを見せています。飲みすぎてろれつが回っておらず、今年の運勢を占いにやってきたゲッターズ飯田さんに抱きつくシーンもありましたね。20世紀最後の正統派アイドルと呼ばれた当時のイメージをことごとく崩していく姿には少し面白さも感じてしまいますよね。このような事態もあり、芸能界引退の噂もありましたが、
2019年4月には新たな所属先であるグランパパプロダクションに移籍、芸能活動を再開しています。芸能活動再開直後はスナック勤務を継続していたようですが、現在はスナックでの勤務はやっていないそうですね。2020年9月高橋さんは YouTube チャンネルも開設しています。高橋由美子という名前だけのチャンネル名で動画の配信を開始しました。チャンネル登録者数は数千人と、かつてのトップアイドルにしては伸び悩んでいる印象がありますが、それが結構面白いと評判に、振り付け動画なども投稿し、現在チャンネル登録者数は1万人ほどです。アイドル時代に比べると現在はさすがに年齢を感じてしまいますが、それでもアイドル時代のオーラは健在。それにアイドル時代の裏側を見ているとの声もあります。現在の高橋さんと過去の高橋さんを見ることができる貴重なチャンネルになっていますので、ファンの方や当時を知っている方にとっては必見ですね。2021年には芸能活動30周年を迎えることもあって、高橋由美子30周年公式ツイッターも開設。6月には日本青年館ホールにて30周年記念コンサートを開催しました。2023年現在は公式インスタグラムで情報を発信している高橋さん、引退説や不倫報道、スナック勤務などいろいろありましたが、現在も活躍しているようです。そんな高橋さんですが、過去にドッキリ事件というものがありました。ドッキリの内容は、ホテルの部屋で勝手にアダルトビデオが映し出されたら、高橋さんがどんなリアクションを取るのか、隠しカメラを仕掛けたというもの。ところがドッキリとは知らない高橋さんは、そのアダルトビデオを見て、なんとエッチなことをしてしまったとか。当時南くんの恋人などアイドル的存在でしたので、そんな高橋さんがドッキリに仕掛けられたとはいえ、そのようなことをしてしまったことは公にはできません。結果その回はお蔵入りになってしまいました。ネットにはこのような内容が拡散されているのですが、実はこれは全くのガセ。この話は高橋さんではなく歌手の野口五郎さんのネタだったようです。リスナーの方が野口さんの話として投稿したのを高橋さんがラジオ内で読んだだけというオチ。それがいつの間にか高橋さんの話として都市伝説化してしまったようです。なお野口さんの方の都市伝説も若干違います。旅館の部屋でスタッフがちょっと待っててと部屋を出ると、野口さんが勝手にテレビにお金を入れて AV を見始めてしまったというもの。すぐに情報をネットで調べられる現代はとても便利ですが、正しい情報を見極める必要はあるようですね。以上、今回は高橋由美子さんのドッキリ事件、不倫、夫、子供、芸能界引退などについてお伝えいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。